はい、ボビー・ブラウンがね、全盛期の頃にね、アメリカン・ミュージック・アワードの授賞式で、ダンサーをね、二人従えて踊ってる自分のメドレー、ヒットメドレーですけどね、このね、後ろのダンサーの片っぽがボビー・ブラウンの弟でね、確かね、ハート&ソウル・ダンサーズっていうね、グループ名だったと思うんですけどね、もう本当にボビー・ブラウンはね、来日、この当時ね、89年、90年、91年、来日した時の踊りもね、ライブもね、見に来ましたけどね、もう黒豹がね、踊ってるかのようなね、本当にすごい身体能力でね、サイドにあるね、高いね、そのセットのビョーンって飛び上がってね、すげえなー、すげえな、すげえですっていうね、これ村西徹の名言なんですけどね、思ったんですけどね、それがさ、こう、近年になって、どこだっけ、ブルーノート青山じゃなくて、ビルボードライブでね、ボビー・ブラウン、ラルフ・トラッシュ・バウンド、そしてジョニー・ギルっていうね、ニューエディション3枚看板がね、来日した時のライブを見に行った時に、すげえ太っちゃってて、ボビー・ブラウンが。もしかしたら俺よりも下手になってるじゃないかっていうね。いや、人生ってわからんもんだなっていうのがあったんですけど、それでもまあ、ボビー・ブラウンは僕にとっての永遠のアイドルです。ね。でね、ちょっとね、初回にしても俺長く喋りすぎちゃった。ね。最後に、そういったこの89年、90年代のね、ニュージャックスイングのね、熱い熱風を受けて、ここ日本にもね、その熱をね、思いっきり受けちゃってね、二人組のね、長身のね、ダンサー、LL ブラザーズのね、高校生ダンス選手権、違ったっけな?そんなね、そんな名前の元気が出るテレビのね、コーナーから出てきた二人組のね、ダンスを見ながら、今回はお別れしたいと思います。それじゃあ、最後は LL ブラザーズのダンスです。じゃあ、また次回です。バイビー!